おはようございます。こんにちは。こんばんは。サロポンです。本日はこちらが大量に余ってるんですね。何かと申しますと、くるみなんですね。くるみ以前まとめ買いしたんですけれども、本日はこちらを使っておやつを作っていきたいと思います。いつも節約ご飯なんですけれども、今日はおやつですね。黒糖を使ってくるみに絡めていくんですけれども、本日の節約ご飯105、黒糖キャラメリゼくるみです。それでは早速材料の説明に行きましょうか。はい、それでは黒糖キャラメリゼくるみの材料の説明です。といっても本日は素朴な味にしたいので、くるみと黒糖のみですね。ただし使う量をくるみが 200g、黒糖が 140g に設定したいと思います。大量に作って週末のおやつにしたいと思います。それでは早速ですね、調理の方に行ってみましょうか。はい、それでは黒糖キャラメリゼくるみの調理の方に行きたいと思います。まずくるみが 200g ですね。結構量が多めですね。こちらを葉っぱに入れてですね、週末にかけて食べたいと思います。それから黒糖は 140g ですね。こちらに水大さじ3杯入れて、まずはですね、ブクブクと泡が立ってくるまで火を通したいと思います。それでは調理していきますね。水大さじ3杯入りました。では火にかけていきますね。泡立ってきたらよく木べらで混ぜてくださいね。しばらく経つと粘度が増してきます。はい、粘度が増してきましたね。黒蜜状に今現在なっているんですけれども、こうなってきたらもう少し火を入れたいと思います。はい、強火にして泡が消えにくくなってきたら、ここにくるみを入れていきたいと思います。くるみ 200g です。はい、水分がなくなってきたら一旦火を止めますね。水分がなくなっていると思いますので、再度火を入れてキャラメリゼ状に固くしていきますね。はい、汁気が固まってキャラメル状になってきました。こうなったら冷やして完成となります。何かにトッピングして食べたいと思います。よく冷やしてくださいね。はい、ということで本日の黒糖キャラメリゼくるみは、梨と黒糖キャラメリゼくるみ、それからヨーグルトと黒糖キャラメリゼくるみにしてみました。本日はこちらをおやつにして食べたいと思います。それでは早速いただきます。ごちそうさまでした。ということで黒糖キャラメリゼくるみ食べてみたわけなんですけれども、だしにもヨーグルトにも非常に合いましたね。いろんなフルーツやスイーツ、パンケーキなどにね、乗せるのもいいのではないでしょうか。ということで次回も美味しい節約のおやつやご飯作っていきますので、高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。サロポンでした。